2015年7月の朝、バンコク上空を眩しく閃光を放つ大きな火の玉が飛来し、ラッシュアワーの通勤者も仰天。飛行機が墜落したとパニックになった地元民が連絡し、100人以上のレスキュー隊が出動。だが市の副知事はヘリコプターや航空機が墜落したとの報告はないと述べ、対国立天文台は火球は大気圏で燃えた隕石か宇宙ゴミかもしれないと伝えた。また落下したという報告もなく、大抵の隕石は大気圏で完全に燃え尽きると説明。他の専門家からは気球の可能性も指摘されていた。この映像はタイの SNS で話題となったが、目撃した人たち皆が喜んだわけではなく、大きな災いの兆候だと怯える者もいた。メキシコ北部の町チワワで数百羽のキガシラムクドリモドキが落下して死亡する様子が撮影され、 SNS では様々な憶測が飛び交った。防犯カメラの映像には渡り鳥の群れが高所から路上に急降下する様子が映し出され、多くはなんとか飛び立てたが、数十羽は地面に激突。原因は不明であるが、地元の獣医は薪ストーブや農薬などの有毒な煙を吸い込んだか、送電線からの感電の可能性を指摘する。また 5G 技術の導入が原因ではないかとの意見もあった。この鳥は越冬するためカナダからメキシコに南下してきたとのこと。メキシコではこの種の鳥はタカ科の灰色チュウヒに捕食されるため、画面では見えないが上空から襲われてパニックになったと考える専門家もいる。ムクドリのように大群で移動することが多いため、毎年このような事故が起こりやすいとのこと。2021年2月16日、イタリアにあるシチリア島のエトナ山が噴火。ヨーロッパで最も活発な火山から溶岩が噴出して噴煙が上がり、村に火山灰と石が降り注いだ。島のカターニア空港は閉鎖され、ペラータ在住の女性は、まさに石の雨だったわ、こんな光景は一度も見たことがないと話し、別の女性は自宅にいたところ、雨のような音を聞いたが変な雨が降っていた、外に出てみると土が落ちていて大きな石もあったと語っている。黒い火山岩が無差別に降り注ぎ、村は大混乱。8つの村が被害を受けたが、幸い怪我や大きな被害はなかった。火口から溶岩が流れ、1日で高さ1万メートルの煙の柱が立ち上った。標高3324メートルのエトナ山は観光地として人気であり、特に夜間に見られる噴火は見応えがある。とはいえこの2月以降の半年間に50回ほど噴火し、約30メートル高くなっていたことが観測衛星プレアデスによる画像から分かった。2022年2月、デンバー国際空港から飛び立ちハワイに向かうボーイング777型の一部が破損。飛行機の破片が民家や辺り一面に落下し、家屋2棟と車両数台が被害を受けたが、幸い負傷者はいなかった。警察や救急車、消防などがすぐに駆けつけ、道路の一部が閉鎖されたが、周辺には何百人も集まった。機内から撮影された映像には、巨大なエンジンから炎が噴き出している様子が映っており、乗客も気が気でなかったはずである。この時、パイロットが管制官に連絡し、エンジントラブルが発生してすぐに旋回する必要があると伝えた。飛行機は離陸直後に右エンジンが故障し、すぐに空港に引き返し、幸い乗客乗員に怪我はなかったとのこと。オーストラリアでは空から茹で上がったコウモリが降ってくるという。とはいえ伝染病などの影響ではない。2017年ニューサウスウェールズ州では熱波により数百匹の大コウモリが死亡。47度を超える暑さで脳が沸騰してしまった。そう例える専門家によると、猛暑で脳が加熱し正常に機能しなくなったという。死骸の数は200匹以上確認され、大抵は子供でまだ木の上にも引っかかっていた。オオコウモリは
絶滅の危険性が高い希求種に指定されており、命を守ることが最優先のため救急スタッフが駆けつけた。彼らが懸命に水分補給を行ったおかげで100匹ほどの命が救われた。また野生動物保護団体は、もし見つけても病気に感染する恐れがあるため落ちたコウモリに触れたり近づかないようにと警告している。ちなみにスタッフはワクチンを接種済みとのこと。世界各地で空や道が見えなくなるほどイナゴやバッタが大量発生し、数日のうちに全地域の農作物が壊滅状態になることがある。2020年にはアフリカや中東、インドなどで砂漠飛びバッタが大発生し、数千万人が食料危機に陥ると警告された。普段は単独で行動しているが、大量に発生したバッタがぶつかり合い、その刺激で行動が活発になり大群になるという。個体密度の増えたバッタは通常よりたくさん食べ、より早く繁殖する。突然の大雨で発生することが多く、草が枯れるのが遅れ、移動せずに狭い範囲で数世代連続して繁殖し、数百万から数十億の群れを作り農作物を襲う。種類によっては食料を求めて国境を越え、それまでバッタのいなかった農業地帯が何の前触れもなく壊滅的な被害を受けることもある。アフリカ北部では2003年から2年にわたり20カ国が農作物の8割を荒らされ、2005年初頭には5億ドル相当の被害が発生したという。2022年2月プエルトリコ上空に大量の流れ星のようなものが出現し、衝撃的な映像が話題に。実際は流れ星ではなく、スペース X 社のスターリンク衛星が燃え尽きる光景であった。太陽風と地球の磁場の作用で発生する地磁気嵐の影響で、目標高度の500キロに到達できなくなったため、打ち上げた通信衛星40機を大気圏に再突入させたと同社は発表。衛星は大気との摩擦で燃え尽き、地上には落下しなかった。映像は午前2時40分頃に記録され、撮影者はブログで、2つの衛星が1分程度の間隔で大気圏に再突入し分裂していると書いている。特に2つ目が壮観な眺めであったようだ。2021年3月にもカナダのブリティッシュコロンビア上空でファルコン9ロケットの残骸が大気圏で燃え尽きる様子が撮影されており、こちらも地上に落下することはなかった。世界では雨や雪以外にもカエルが降ってくることもあるという。体験したらトラウマになりそうであるが、その原因が気になるところである。大抵のカエルは小さくて軽く、高気圧の影響で水上竜巻が発生すると魚やカエルなど低重量のものが吸い込まれてしまうという。確かに地上の竜巻でかなり重い牛や車でさえ吹き上げられることがある。小さな生物は水上から陸上へと移動する渦に吸い込まれ、やがて竜巻は速度を失い、このように運んでいたものが放り出される。中米のホンジュラスでは100年以上前から魚の雨が観測されており、1800年代後半にホセ・スビラーナという神父がこの奇跡をもたらしたという伝説がある。国自体が貧しく貧困に苦しんでいた当時、神父は長引く飢餓が終わりますようにと祈り、神がその願いに応えて夜の町に魚の雨を降らせたとされ、以来年に1、2度降ってくるという。そこで1970年代にナショナルジオグラフィックが調査した結果、魚は海水ではなく淡水のもので、またどれも目が見えないことが判明。この魚は光の届かない地下の川か海底洞窟に生息するのか目が見えず、豪雨や洪水により地上に押し出されたのではないかと推測されたが、まだ解明には至っていない。ある朝、マイクさん夫婦が目を覚ますと、謎の紫色の物質が自宅の入り口や市道、車など至る所に付着していた。二人は飛行機のトイレの排水が原因ではないかと不安になり、地元メディアに連絡。バッファロー・ナイアガラ国際空港に向かう飛行機がよく家の上空を通過するため、
もしかしたら何かのバルブ、何かのバルブ、ブリーフ履いてますが、何か何かのバルブが開いたままだったのかもしれないと心配し、変な紫色の汚れがあちこちに飛び散り、毒性のものかもしれずかなり怯えていた。飛行機が飛行中にトイレのゴミを捨てることは禁止されており、環境保全局は紫色の汚れはこの時期に大群で移動するムクドリの糞によるもので、ノブドウやクロウメモドキを食べたからではないかと説明する。よって普通に掃除しても問題ないようである。世界各地で空から巨大な金属が降ってくる現象が確認されている。イギリスやロシア、インドやアフリカでも数週間のうちに連続で落下する火の玉が目撃された。火球は終末兵器や気象観測装置、宇宙船の証拠だなど各地で話題となり、一部では爆発音も聞こえたという。どの弾も大きく、それぞれ重さは40キロほどあったが、その後すぐに正体が判明。これらは地球の大気圏に再突入した宇宙ロケットの一部で、人工衛星の打ち上げに使われるロケットタンクであることが判明した。推進剤や圧力ガスを入れるためのものだが、爆発の心配はなく、これが人に直撃する確率は極めて低いが、ゼロではないようである。また爆音は地球に落下する金属球が音速の壁を破った際のソニックブームか、地面で衝突した音と説明された。